日本近畿地方大阪府大阪市淀川区1313 13交差点から13台橋、梅田方面の風景。奥に大阪駅のビルが霞んで見える。13は大阪府大阪市淀川区南西部、阪急電鉄13駅周辺の地名。地名の由来は、摂津国西成軍の南端を一条とし、北へ順次数えると13条の場所にあたるという。 上理性に基づく説や、かつて当地に存在した、中津川の私が、淀川の上流から数えて13番目の、私であったとする説など、諸説存在する。風俗店が、駅近傍にあり、ネオン等で目立つ存在であるため、観楽街として位置づけられることが多い。特に13駅西南側の栄町エリアには、飲食店、パチンコ店、キャバレー、ピンクサロン、 ラブホテルなどが密集している。なお、飲食店の中には、ネギ焼きの山本や頑固寿司など関西で知られた店もあり、必ずしも風俗目当てに来る人ばかりではない。大阪でも数少ないミニシアターの一つ、第七芸術劇場も栄町エリアにある。また、ライブハウス、13ファンダンゴはウルフルズが、インディーズ時代によく活動していたことで有名である。 また、13駅周辺では稀に若者ミュージシャンが街頭ライブを行っている光景が見られる。13の南側は淀川に面しており、この付近の淀川河川敷で毎年8月に花火大会が行われる。この河川敷は自然の状態が残っている部分もあり、珍しい野鳥や水生生物が見られる場所である。さらに河川敷からは淀川越しに 梅田の超高層ビル群を眺めることができる、眺望スポットでもある。駅西部と東部には、商店街が広がり、オフィスビルや、マンションなどが多く建設されており、歓楽街以外の面も持つ。私があることで発展した街であり、当時の船を待つ間に食べたであろう、和菓子などの老舗も見られる。阪急電鉄13駅西側、国道176号線の13交差点付近を、 中心に東西に広がる繁華街。抗義には繁華街周辺に広がる13元今里、13東、北川西、新北の田川あたりの住宅地も含む、武田薬品工業大阪工場も13本町に所在。TBSK で放送された武田アワーのオープニングキャッチでは、大阪工場内の中央研究所第1棟 第二棟の前景映像が使われた。十三の地名の発祥となった場所は、現在十三と呼ばれている地域よりもやや南に一致した。明治時代初期までの淀川は、下流部で、いくつもの支流に分かれ、支流の一つとしてこの地には、中津川と呼ばれていた川が流れていた。江戸時代までに、中津川南岸の清少路村と北岸の堀井村を、結ぶ十三の渡が設置され、 大阪と尼崎、西宮を結ぶ中国街道の一部区間となっていた。なお、清少路村のあざなに十三があった。清少路村は1889年の町村政実施により、中津川南岸の村々と合併して、西成郡中津村となった。また、堀村は小島村、今里村など、中津川北岸の村々と合併して、上津村となった。しかし、 1898年より新淀川の改作工事が始まり、中津村を横断する形で新淀川が改作され、当時の十三は新淀川の敷地となった。このため十三の地名は一度消失した。1910年、新淀川堤防北岸に、美濃割間電気軌道の十三駅が設置された。この駅名採用がきっかけで、 私船も旧地も失われてしまった十三の名称が、広域地名として復活することになる。なお、十三駅は1916年、開業当時よりやや北寄りの現在地に移転している。中津町と上津町は1925年にどちらも大阪市へ編入され、新設の東小戸川区に属した。同時に、旧中津町大和座製工事が十三南の町。 九花三町大畑堀が十三西の町、九花三町大畑小島が十三東の町に改称され、十三の名称は正式に町名となった。現在の十三元今里は、大阪市編入に伴い九花三町、大畑今里から今里町に改称され、その後区画整理事業が完了したことを機に、東成区の今里と区別するため、1930年に、 元今まさ北通り、1931年に、元今まさ南通りへと順次改称された。1974年に、東淀川区から新設の淀川区へ転属。同時に十三本町、十三東、十三芸今マとの、現行行政地名に改変された。一方で、最も早くから十三の地名が見られた、元清少路村にあたる十三南の町は、 新北野という現行行政地名に改変された。これは1931年にこの地に移転した大阪府立北野高等学校に由来する。2014年に発生した火災の現場は2016年11月に店舗として使える小屋を建てることで復旧してきた。2014年3月27日の13、駅前ションベン横丁の火災で39店舗が全焼。 2016年10月、跡地20店舗がオープンした。新淀川の改作により消失。北野高等学校の名称自体は、同校移転前の所在地の当時の名称、北野による。ありがとうございます。